ほんま今日ね、違う企画やったんですけど、急遽まあこれになって、トークテーマも特にないんですよ、最近の趣味の話でもしますか。趣味の話、てっちゃん何してんの休みの日。てっちゃん最近なんかもうジムっすね。鬼のようにジム行ってるよね、あれどないしたの、なんで。いやもうなんか単純に本当に、体のためです、シンプルに。撮影じゃないよね、てっちゃんね。なんの？ターザン。自分方向を。ターザン出るんじゃない？やめてやめて。出ない。いや、ワンチャンあるかなと思ったんですけど。ないか。でもほんま毎日。週に待って、ね、2回っすよ。週2回。週に2回を週に5回行ってるように見せてるだけインスタで。いや週に2回をまあ全部上げてないですけどね、それでも。でもだいぶ長なってきた自分。いやまあルーティーンになりましたよ。一回行ったら何時間ぐらいいるの？あ、1時間。何やってるんですか、マシン。もう半パーソナルみたいなのだから。半パーソナル。そう、付きっきりじゃないんだけど、なんかちょうどいいっすね。もう全部メニュー決めてくれて。体変わってきた。うん？体変わってきた。変わってきますよ。もうどれぐらい？うん？行き出して。どういうこと？行き出してジム。今9月から行ってるから。もう結構や。4ヶ月。11、12、12、5ヶ月。そう。もう3月、6ヶ月、半年や。そう。楽しいですね。楽しい。うん。アキちゃん今な、まあ、あのヨガみたいなも一時聞いてたでしょ。一応ごめんなさい。ピラティスね。ピラティス。ピラティスはどうだったんですか。一回目行った時は、すごい良かったの。うん。二回目行った時はすごいハードだったの。ほう。結構きつい。ピラティスにハードなんてあんの？あるのよ。きついよね。どうハードなの？柔軟をすごいさせられる。腹筋とか。ああ。1回目はなんか体の関節の動かし方とか、うん、こう柔軟にパワーストレッチに近い感じ。1回目行った時。パワーストレッチってまた初めて聞いたワードやな。でパワーストレッチって何ですか。なんかこう自分でストレッチってさ、うん、自分の力しか使えないじゃん。うん、こうギューってやる、うんうんうん。それを先生がこう押してくれてぐーっとこうすごい伸ばすような感じで。別にしんどくないじゃないですか。いや、しんどくなかったね、うん、1回目の時、うん、気持ちいいじゃん、うん、器具、まあ、マッサージ行ってるみたいな感じじゃない。器具とか使ってこう、グーって普段行かないような可動域まで肩動かしたりとかして、わあ、俺ピラティスすごい好きかもと思ったんだけど、うん、2回目行った時は腹筋みたいなやつだったの、うん、こう足をゆっくり上げていきながら、いやいや、息をふーみたいな、うん、もうプル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 ってなって、その状態で呼吸をちょっと整えろって、こう吸って吐いてとか、息吐いたらもうすぐ足ちょんと落ちちゃうし、あ、俺無理かもと思って、ちょっと今一旦2回だけ聞いてないの。いやでもそれは分かるよ、早い、さすがやね、あのちゃんと見切りが早いね、もうこれは続かへんもんね。え、マシン使うんじゃないですか。マシン使うよ。4回行ってやめるのも2回行ってやめるのも一緒やもんね。一緒早めに早めに。いや結局続いてるのゴルフだけでしょ。ゴルフは面白いね。ね、いや分かるわその気持ちは。今コブシさんも多分こっそりやってるじゃん。いやこっそりしてるね。本当なんすか。やってるんですよこっそりゴルフ、で YouTube でやろうやって言ったら、いやもうちょっと上手なってからって。なるんかい。ならないよね。ねえ、ね、ならへん間に終わってまうって。でも僕まだ退院してから1回も行ってないからね。もう怖い。あ、だから10でも9月ツアーもあったから最後に行ったらいつやろうな。去年の9月8月ぐらいから行ってないから半年以上行ってないから。打ちっぱなしは始めたんでしょ。打ちっぱなし行き出しました。なんかこうやっぱ体力が戻ってない時からリハビリでやりだしたから、めちゃくちゃこうなんていうの、強く振られへんからさ、軽く振ってたらめっちゃ調子良かったのに、あれなんか俺一個人が抜けたって思ってたんですけど、体調戻ってきたらやっぱ一緒やね。ガンってなってくれる。ガンってなる。ギャッてしたくなるじゃないですか。いや今って体調って何パーくらいですか。70%。まだそんなもんなの。やっぱね落ちた。だから僕体重15キロ落ちたんですよ、はいはいはい、15キロって別に脂肪が落ちたんじゃなくて、筋肉が落ちたから。そっか。もうね今やからもう戻っ
近所の公園まで5分で歩いてね、歩いて行って帰ってこられへんかったんですよ。だから退院してすぐ。やばい、ね、そんなに、そんなに、うん、何が辛いの？もう体が動かないの？動かないんでしょ。あのしんどさってなんて言ったらいいんやろね。だから人生で味わったことのない、うん、だからしんどい辛いなんて。あきちゃんがさフルマラソン走ったみたいな感じの後の、あの、あの感じ歩かれへんでしょ、うん、あの感じ。うわ5分で辛いわ。ほんでなんかねふわーっと脳みそがねふわーっとなるんですよ。ぼーっとする。ああそういうことか。5分歩いたらそう、もう思考能力が止まってんのが分かるんですよ。なるほど。もうのぼせちゃうみたいな雰囲気。そうそうそう、なんかね最近体動かさなと思ってシャドーボクシングとかしだしたんですよ今あれあんの知ってますサンドバッグ買おうかなと思って、はいはい、面白くないじゃないですか、はいはい、あのミット買ってシャドウだと面白くないでしょ、はい、あれは買ったんです、グローブは、はい、グローブ買ってなんか面白くないなと思ってサンドバッグ買おうかなと思ってサンドバッグ今人型のやつだと知ってますよ。あ知らない。あの MMA の選手が使うようなほんまにあのマネキンみたいなやつ、あれ欲しいんですよね。高いんですよ。高いの？高いです、5万円ぐらいするんですよで俺そんな長いことあれやるかなと思って。いや俺キックボクシングもちょっとやったことあるじゃん。ああ、伝説のねあれ、あれどうでした？やってたね。あれも最初行った時は、うん、分かんないけどそこの人もせっかく来てくれた人を楽しませて返そうっていう優しさが多分あるじゃん、うん、めちゃくちゃ楽しかったの、うん、で、あのいい感じに疲労感もあるし、めっちゃしんどいよね、うん、やった感もあるわけよ、ね、あとサンドバッグが、うん、なんかイメージより硬かった。あ、硬いよね、うん、でちゃん素足で、いや、あきちゃん痛い。俺だからキックボクシングよりボクシングの方がもうちょっと入り口としては入りやすいと思うよ。足痛いでしょ。てちゃん、うん、痛いっていうか、まあ、俺のさじ加減じゃん、はい、痛くないように蹴ったら、なんだあれみたいな感じに見えるから、そうイメージ通り蹴ったら、マジ痛いよね。なるほど。僕昔、若い時、ガソリンスタンドでアルバイトしてた時に極真の、極真空手の日本2位とか3位の人がいたんですよ。その人、車来てへん時、トラックの、あの荷台のとこのこういう角あるでしょ、うん、あれずっとすねで蹴ってるんですよ。軽く？いやいや、グングンって、何してるんですかって聞いたら、いやこれやってたら固なんねんっつって、うん、触ったらもうほんまあの何レ野球のレガース履いてるみたいなこんなんせな強ならへんのからってと思って、いやや俺。あとあれも寝技もやってたでしょ、うん、柔術、あれも怪我したでしょ。怪我しました。いや俺だから言うてんでしょ俺元柔道部やからさ、そんなおっさんになってからやるスポーツちゃいますよ。あれあれは怪我する。怪我する。あれは絶対。受け身の練習しました？あ、受け身ないんか。柔術受け身ないんだよね。投げられないから。あ、そうか、うん、え、もうずっと寝技だけやってんの？そう。やるわ俺もう。あ、めっちゃ嫌やわ。でもやっぱりさ、こう寝技ってさ、本当に理論的な感じじゃん。そう、肩があるからね。そういうのが面白かったり、あ、なるほどな、こうやって腕持って関節決まんねやってね。そしたらこんな力弱くてももう痛い痛い痛いってなるんだなとか、意外にそういうの好きなんですよ、理論って。あとさ、本気の人ここさグリグリするでしょあれ嫌なんですよ。やられました？やられてない？いや、そこまでやんないけど、ここをこうクンクンってやるのでもうこれムチ打ちになるぐらいの。だって仮面になってこうやってさ、あれやるでしょ。あ、そういうのもやる、うん、あの仮面のここの手をさ、こう締めるのにさ、うん、あれほんまの強い人かってたらもう我慢できやられてない。あ、いや、お手間の分やからやらへんのな。練習だから最初こうよ、こうなって、うん、それをじゃあこっち側の人はそれをひっくり返しましょうって。あ、締める練習もしないんですか？いや、もしかしたらしたかもしんないけど、あの、ほんでこうやってガードするでしょ、首、顎引いてって言われる、うん、あんなん絶対我慢できへんからね、本気な人にやられたら。もう耳の裏潰しに行くんですよ、手で。グーって。ほんで
我慢しすぎたら耳あの餃子になるんですよ。嫌だ。嫌でしょ。